の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは士幌町の畑作農家香西瑠璃子さんです。瑠璃子さんはですね、士幌町出身で畑作農家で生まれ育って、高校はですね帯広農業高校で、卒業後は北海道立農業大学校に進まれました。卒業後はご実家の中島農場へ就農されました。2018年に結婚、ご主人も一緒にご実家の農場で働いています。また瑠璃子さんは士幌町畑作農業青年ゼミナールに所属していて、それとですね北海道農業女子ネットワークハラペコの代表でもあります。本日はですね瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思っています。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場作りに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。明治飼料は、牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。じゃあ本日はですね、瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、瑠璃子さんは士幌町畑作農業青年ゼミナールというのに所属されてるんですよね。はい、はい、そうです。どういったグループなのか、ゼミナールなのかちょっと教えてほしいんですけれども、はい、そうですね、できた当初は士幌町内の、主に畑作農家の息子さんたち、若いまだ20代、30代ぐらいの人たちが集まって勉強しようぜっていう感じで始まったんですよね。でそれで、みんなで補助、いろんな人の畑を見て、勉強したりっていうことをやってたんですけど、その中でちょっとプロジェクト発表っていう、農業高校出身とかの人ならよく知ってるかと思うんですけど、みんなでこう一つのプロジェクトに取り組んでみて、それを大会で発表するっていうことをやったりしていました。例えばこのゼミナールで若いこう20代ぐらいの方が集まると、何人ぐらいのこう、そうですね、発足当初は20人ぐらいいましたね。それは大体みんなこう学校とかを卒業して帰ってきてみたいな人が多い。そうですね、卒業して帰ってきた人もいれば、一回就職して U ターンしてきたっていう人も、いろんな経歴の人がいましたね。もう瑠璃子さんは帰ってきてすぐ入ったって感じですか？もともとあった組織じゃないので、私が帰ってきて何年かした時に、初めに士幌農協が、後継者たちに勉強する場を作りましょうってことで、月に1回講座を開くっていうのをやったんですよね。ちょっとそれは1年きりで終わってしまったんですけど、で私その時就農5年目以内だったので、その講座の対象に入りまして、で そこでそうやって呼ばれた人たちが集まって勉強してて、でも1年で終わったらもったいないねってことになって、普及センターの人が、士幌の普及センターの人が、じゃあもっとせっかくこんなに集まったから、みんなで勉強続けようってことで、そのゼミナールができたんですよね。立ち上がったんだ。はい、
あ、それではじゃあもうそのプロジェクト発表、はい、その秋ぐらいでしたよね。秋にトカチの、あ、そうですね、なんていう振興局で、トカチ振興局でやるアグリフォーラムだった。アグリフォーラムです。そうです、そうです。そうだよね、はい、毎年やってます、うん、私も若かりし頃出たことあるわ。あ、そうなんですね。本当に帰ってきて、発表したんですね、1年目ぐらいの時に、まだマドリンが始まる前ですね。あ、そうだったんですね。あの、そうです、はい、帰ってきて1年目の時にそのアグリメッセージ中に出たことがあります。はい、お、意見発表したんですね。そうですね。へえ、恥ずかしいけど。いえいえ、結構館内の若い後継者とか学生さんが集まって、ね、うんうん、こんなにいるんだなって。あ、本当にびっくりしますよね。毎年こう絶対出る地域の方っていますよね。あ、それこそ志保路とか目室とか。目室はそうですね、いつも出る感じですよね、はい、いっぱい来てますね、うんうん、そういう発表大会に向けて、はい、研究しようとかっていうのが各地域のそういうグループで行われてるってことなのかな。そうですね、トカチにはないんですけど、うん、あの日本全国に 4H クラブっていう団体があるので、うんうんうん、まあ、それに入ってる人たちがそういう大会に出ることが多いですね、うんうん、ああ、なるほどね、はい、まあ、4H クラブに所属してなくても、うん、団体であれば、うんうん、農業団体であれば誰でも出れるんですけど、うんうんうん、結構ねその若めな人が出ることが多いなっていう。あ、そうですね、うんうん、はい、帰ってきてまだ何年か何年目みたいな感じの人が出てるなっていう印象なんですけど。そうですね。そこでじゃあそのルリコさんはどんなことをそのプロジェクト発表とか研究してたんですか。はい、あ、そうですね、私個人というか、うん、まあ、全体ゼミのみんなでっていうことで取り組んでたのが、うんうん、みんな自分ち大体お父さんの下で働いてて、うん、いろいろ辛いよねっていう、うん、ところから入りまして、うんうん、じゃあみんなどんな不満があるんだろうねっていうのを、うん、まずみんなから、うん、生々しい話を聞きまして、うん、で、うん、これってあ、なんかこの悩みって結構グループ分けできるよねってことで分けてって、うん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 、まあ、最大の課題ってみんなコミュニケーションなんだねって、うんうんうん、家族内のっていうところに、うん、を発見したんですよね、うん、でじゃあ、まあ、課題が見つかったってことは解決方法もあるんじゃないかということで、うんうんうん、そうみんなでこの課題のコミュニケーション問題とか、うん、この自分たちが苦しんでる問題の根源ってどこにあるんだろうっていうのをちょっと探してみましょうっていうのを、うん、まあ、ちょっと私が、うんうん、発起人と言いますか、うん、旗振りになってみんなでやろうって始めたプロジェクトだったんですよね、うんうん、なんかそのこういうプロジェクト発表とかをねするにあたっての言ったら題材にしづらい内容だったりするじゃない、うん、そうですね、だいぶ生々しい、そうそうそう、あのみんなができれば関わりたくないっていう分野にあえて切り込んでたので足を入れたみたいな感じですね、はい、なかなかあの衝撃的だったっていう感想はいただいてます、うんうん、それこそね、他のグループだったらプロジェクトといえば例えば何かの作物とか何かの品種を植えてみたとか、はい、なんかそういったこう新たに、まあ、その技術的なことだったりとかね、うん、その仕事に直接関わるような内容だったりっていうことが多いんですけど、はい、うん、まあ、元々そういうものがスムーズに進むための元の元みたいなものですよね、はいはいはい、そうですね。でそのプロジェクトを進めてって、うん、最後に分かったのが、うんうん、あのこの僕たちの課題の根源は事業承継なんだっていうところだったんですね、うんうん、経営以上ですね、うんうん、どうやって次の世代がバトンを受け継いでいくかっていうところで、うん、なんかみんなが悩んで苦しんで頑張ってるんだっていうことが、みんなでそうやってプロジェクトやった結果見つかったんですよね、うんうん、要は参加してる若い人たちがこう日々の悩みとか課題とかを言うけれど、はい、うん、親の人たちとか経営者を集めて、はいはい、なんかやったんですよね。あ、そうですね、その後継者だけの不満とか不安とかそういうのだけじゃなくて、うん、経営者側からの意見もやっぱり聞きたいよねっていうことでアンケートをお願いしたんですよね、うんうん、そのゼミ生の親、うん、世代の人たちに、うん、でそのアンケート、それって匿名？あ、匿名です。あ、まあ、そうですよね、はい、もちろん、うんうんうん、はい、匿名で、でたくさんの方に回答していただいて、うん、でそこからも分析してって、うんうん、あ、そういう、 こうグループ分けみたいの、なんかこう、こういう意見、こんなような意見、こんなような意見みたいな、そうですね、あの
この親世代にはこういう傾向があるんだとか、うん、あ若者世代とはこういうギャップがあるんだねっていうのを、うん、あのグラフで数字にして見えるようにしてみたんですよね、うんうん、それでちょっとこう印象に残ってる言葉とかあります？その、はい、若者の結構多い悩みって親との意思疎通ができてないとか、はい、そういったことがやっぱり多い。あ、そうですねありましたね、うんうん、なんか一番、まあ、極端に差が出たのは、うん、あの仕事について、うん、朝礼だったり夕礼だったりでも、うん、どれくらい話し合ってますかっていう質問をして、うん、あの親世代は圧倒的に毎日しっかり話し合ってるって思ってたんですけど、うんうん、子供世代だとすごいばらついてたんです話し合ってないとかそんな毎日は全然やってないっていう人たちばっかりで、うん、嘘ついてんのかも、ね、でどうやら、うん、あの話し合うの認識がそもそもずれてる、うん、あ、はい、話し合うか指示かみたいな感じの違いなのかな、はい、うん、そう親世代からすると、うん、こう指示を出したが話し合い、うん、話し合った、うん、でも子供受ける側からすると、うんうん、今のは話し合いではなかったのでは、うん、みたいな、うん、ただね言われただけってことよね、はい、うんうん、そう双方の受け答えの側によって、うん、どうも認識が違ったみたいな、うん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 、グラフが面白かったですね。あ、それってそういったこう要はやった結果って、はい、その経営主さんの方にも行ったんですか？あ、そうですね、もちろんアンケートに答えていただいたのでこのような結果になりましたっていうのは、うん、あのお出ししなければいけないということで、うんうん、であの紙でも伝えましたし、うん、あの実際に普及センターで、うん、あのこの結果のまとめた発表会するので、うん、あのぜひ来てください、聞いてくださいっていうことで、うん、そこで発表もしました。なんかこう出た意見とかなんかありました？その経営主さんの方から。あ、そうですね、うんと2回に分けてやったんですけど、うん、あの自分の息子がいる前では正直に話せないお父さんもいるだろうということで、うんうん、あえて自分の息子を自分の父親が被らないように、うん、ちょっと配置を組み替えて、ね、うんうん、配慮をしてでやったんですよね、うん、そしたら結構本音って喋ってくれるもんなんですか、その親御さんたちっていうか。あ、そうですね、あ、うん、そんなこと思ってたんだというようなこともやっぱり話してくれた人たちいましたね、うん、それってその後改善されてるのかな。そうなんですよね、ちょっとその後、うん、あのコロナもあったので、うんうん、ゼミナール自体が いろいろあって、うん、一度解散してしまったのもあって、うんうん、でもみんなその時は後継者だったけど、うん、もう経営移住したっていう人たちもいたりするので、うんうん、そう、どれぐらいみんなの役に立てたかはわからないんですけど、うん、でもなんかそういうのってその中で言ったら女性はルリコさんだけですか？そうですね、はい、うんうんうん、トカチウーマンフロンティア。明治資料からのお知らせです。明治資料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治資料からのお知らせでした。トカチウーマンフロンティア。ちょっと全然違う質問ですけど、はい、こういろんな後継者がたくさん男性のこう人でいる中で、うん、女一人だからって、はい、みんな対等に見てくれるものです？あ、そうですね、私は別に気にならなかったですね。あ、でもやっぱ言ったら今同世代とか、はい、それよりもっと若い世代とかって、はい、そういう子たちの感覚って、うん、
あんまりないのかもしれないですよね、その女性男性とかっていうのが。そうですね、もうそうやって育ってきてるじゃないですか。あ、そうですね、その学校でも何でも、はい、でもやっぱり親世代ってまだまだね、うん、なんていう か、 なんか性別によって仕事は分けられるっていう感覚は強いですよね。そういうのもあるからね、嫌なこととか言われなかったです、そうですね、私はいても嫌なこと、嫌な思いはなかったですね。あ、そうなんだ、まあ、あの中学校から知ってる同級生も多いゼミだったのもあるかもしれないんですけど、あ、でもそっか、やっぱそうやって地元に、地元の人ばっかりなのか、地元出身っていうか、はい、そうですね、基本は志保出身の人が多かったので。でも同世代で20人も帰ってきてるって結構やっぱすごいですね、うん、あ、それだけ畑作農家さんがいる、ね、ちょっと年齢も、はい、幅はありましたけど、うん、だってむしろ参加してない人もいるわけじゃないですか。そうですね、いっぱいいたので、はい、だから結構その今経営をしてるとか、うん、まあ、そのこれから今後継ぐっていうような世代の人が、はいはい、志保町の中でも結構いるんですね。そうですね、結構志保はあの後継者が帰ってくる、比較的帰ってくるところみたいですね。あ、そうなんだ、はい、へえ、なぜ瑠璃子さんは実家に帰ってこようって思ったんですか。あ、それは割とよくある理由で、うん、あの私と妹の女2人の姉妹で、うん、で妹は農家やる気ないって言ってたので、うんうん、あ、私が継がないと、うん、なくなっちゃうんだなっていう、うん、なんて言いますか、農家に生まれたからみたいな感覚が一つと、うん、あと、なんか、まあ、昔から土地を持ってる人間は強いなって、うん、感じてたんですよね、うんうんうん、もしなんか食べ物が買えなくなっても、うん、土地持ってれば最低限食いつなげたり、うん、なんか土地いろいろ使い方があるから、うんうんうん、この農家、土地を持ってる農家に生まれた私、これを生かすべきではみたいな、そういう打算的なのもありました。いや、その幼い頃から、はい、そのお父さんお母さんのお手伝いしてたりとかっていうのはあったんですか。そうですね、畑で遊んだりとかはしてましたね、そのお父さんお母さん働いてるそばで、はい、なんか土でなんかやったりとか、うん、畑の隅で遊んだりとか、一応芋掘りちょっと手伝ってみたりとかっていうことはやってましたね、もうやだって思うことなかったです。そうですね、暑いのは苦手ですね。農家さんってやっぱりこうお休みがあんまりないだとか、うんうん、そういうのがあるじゃないですか、はい、そのまあ、体力的にも結構大変だしっていうので、うんうん、私自身はもう嫌だったんですよ、うん、ちっちゃい時は。そうなんですか。絶対やらないって思ってたぐらい嫌だったから、はい、あのどうなのかなっていうふうに思ったんですけど、はい、私自身はあの机に座ってパソコンに向かうっていう仕事があの、うん、とっても苦手なので、うん、あの体に負担がかかるし目疲れるし肩こるしって、うんうん、それだったら外で体を動かしている方が、うん、私はいいなって思ってたんですよね、はい、なんか太陽の光浴びてると元気になる感じするし、うん、でも肌白いですよね。あの日焼け対策は頑張ってます。やっぱりね、しかもね、年とともにね、まあ、私はなんですけど、はい、年とともに日光浸透とかできるようになって。そうなんですね。めっちゃ痒いかったりするんですよ。だから私も夏は絶対長いつなぎを着るんですけど、うんうん、そうですね、肌は出さないように頑張ってます、うん、暑くても。そうだよね。でも大変でしょ。暑いですね。志保はきっとね、疲労なんかよりもっと暑いから。ああ、そっか、疲労涼しいんですね。いや、まあ、涼しい時は涼しいんですけど、はい、うん、でも多分その日照時間みたいなのが違うような気がする、はい、うん、だからね、暑いけど頑張ってる。そうですね。トカチウーマングロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。日展配合資料から
大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。明治飼料は、牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。